本日もお疲れ様です。さあ、それでは今日も行ってみましょう。ナスバナルコのおしゃべりワンミニッツ。こんばんは、ナルコです。私の大好物はね、餃子なんですよ。まあ餃子なんですよ、ええ。それでね、もう買った餃子の箱なんかにさ、あの裏にね、あの応募してくださった方、餃子6パックセット差し上げますとか書いちゃうと、もう張り切ってあのハガキ出してね、でそのハガキの切手の金額が足りなくて帰ってきちゃうくらい、切に餃子が好きなんです。ぜひ私宛に餃子送ってください。嘘ね、でもそんな私がね、昔一人暮らしを始めた時に、よし餃子を作ろうと思って作ってみたんですけど、私餃子の材料がちっともわからなくて、とにかくお肉とキャベツが入ってるって思ったんで、あのまあキャベツと豚肉のこま切れを買ったんですよ。でね、まあ一生懸命作ってね、せっ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 焼いたところですね、あの皮がやってられっかって破れましてね、中からね、すごい細かい野菜炒めが出てきました。